今回はフランスのソニュア S35 について解説していくよ。フランスはイギリス同様、第一次世界大戦で最も早い時期に戦車を実戦投入した国であり、特に1918年から戦場に現れた全周旋回式砲塔を持つルノー FTK 戦車は、その後の世界のあらゆる戦車の基本形を確立したとも言える先進的なものだったよ。しかし第一次大戦後の戦車開発とその運用については、機甲部隊の大胆な機動戦術の研究をしたイギリスやドイツとは対照的に、歩兵攻撃を成功させる突破兵器として戦車を運用する保守的な傾向をとっていたよ。特にドイツに関しては、後に電撃戦と呼ばれる革新的な戦術と、機甲戦力の運用方法を生み出しており、フランスは第二次世界大戦でこの戦術に苦しめられることになるよ。前に言ったようにフランスは戦車はあくまで歩兵部隊の支援兵器であり、機動兵士としては装輪式装甲車に支援された騎兵部隊を当てるという運用方針だったよ。その後フランス陸軍が実施した数々の実験的演習を通じ、路外機動性能に関して戦車に劣る装輪式装甲車では騎兵部隊の支援兵器として問題との結論が導き出され、1930年代初め頃には戦車開発を歩兵支援用と騎兵支援用の2種類の系統で進める方針が確立されたよ。やがて、騎兵部隊用の偵察系戦車 AMR 偵察用装甲車両の要求仕様が提示され、これに基づいてルノー AMR33 系戦車等の偵察系戦車が実用化されたが、より強力な騎兵部隊用戦車が必要であるとして、1934年6月に AMC 戦闘装甲車両の要求仕様が次のようにまとめられたよ。1、戦闘重量13トン。2、武装は 25mm もしくは 47mm 可能砲。3、装甲圧は 40mm 程度。4、乗員3名。5、路上最大速度は30キロ以上で、路上航続距離は200キロ。この仕様は直ちにルクルーゾのシュナイダー社の子会社で、同社の事実上の車両製造部門であるサンプアンのソニュアの設計部門に発注されたよ。ソニュア社の製造工場では主に砲兵用牽引車や装甲車の製作を行っていたが、設計技師たちは1934年中に AMC の基本設計作業を完了し、翌35年4月には最初の試作車を完成させたよ。ちなみに AC3 型と呼ばれたこの砲塔のない試作戦車は、車体の全てに鋳造構造を取り入れていたよ。1935年6月から8月初旬まで各種の機動試験が実施された後、APX 社製の 47mm 戦車砲搭載の1名用鋳造砲塔 APX1 ルノー B1 重戦車の砲塔と共用を載せることとなり、砲塔搭載後、引き続きレムズ陸軍演習場で実用試験が継続された上で改善点が指摘されたよ。1935年8月にバンサンヌ試験場で評価試験が実施され、この評価試験で AC3 型は良好な成績を収めており、武装、装甲、機動力のバランスが取れた優秀な戦車の登場にフランス陸軍騎兵部隊は大喜びし、早速これを採用し、戦闘用装甲車両ソニュア1935年型という正式名称が与えられたよ。ソニュア S35 中戦車の量産は1936年より暫定的に開始されていたが、試験結果を受けて随時改修作業も並行して実施され、履帯のピッチや四方の変更当初は 27.6 口径 47mm 戦車砲 SA34 を搭載していたが、後により長方針の32口径 47mm 戦車砲 SA35 に換装など、各種改修作業は1936年から1938年初めまでかかったよ。ソニュア S35 中戦車は1930年代末の戦車としては斬新、かつ性能のバランスが取れたもので、まず、車体も砲塔も全て鋳造製であるというのは他国では例のないもので、装甲圧も車体前面で 35mm、砲塔最圧部で 56mm という数値は被弾軽視を考慮した丸みのあるデザインにも預かって、当時の対戦車兵器の主流であった口径 37mm クラスの対戦車砲に対して有効な高弾力を発揮できるものだったよ。実際に数値でどれほど当時の戦車砲に対して防御性能があったか見てみると、ドイツ軍の 3.7 クムパケ36の貫徹能力が APHE 弾を用いて、射距離 100m で 34mm、500m で 29mm 程度であり、被弾軽視を考慮して考えると、かなり優秀な防御力を有すると考えられるよ。また、砲塔が鋳造製であるというのはリベットによって作られた砲塔に比べ衝撃に強く、敵の砲弾が着弾した際に、ちぎれたリベットが車内に飛散することがないため、より乗員の安全性を確保することが可能になっているよ。車体装甲は全部、中央部、後部の3個の大型部品に分割して鋳造され、各装甲板はそれぞれボルトによって接合されており、一方シャシーは箱状の一体構造で成形されていて、車体内部にエンジンや操縦装置を搭載し、その外側には走行装置が取り付けられるようになっていたよ。また、これらの部品を、それぞれシャシーに取り付けられたリムを用いてボルトで接合することによって、車体が構成されていたよ。さらに、乗降用ハッチや各種アクセスハッチも鋳造品で、大幅に鋳造工法を取り入れたのは量産効果を考慮に入れたためで、リベット接合工法で装甲板を組み立てるよりもより早く車両を完成することができたよ。生産型の砲塔は、計画時よりも大型化された APX 社製の1名用鋳造砲塔 APX4 が搭載され、同社製の 47mm 戦車砲 SA35 と、MAC 社製の 7.5mm 機関銃 M1931 が伏せ立てに同軸装備されていたが、機関銃は同軸接続を解除して独立して操作することが可能であったよ。また、砲塔の旋回には電動式旋回装置が採用されていたよ。四方の 47mm 戦車砲 SA35 は32口径長ながら比較的高初速で、射距離 500m で 58mm、射距離 1000m で 43mm の均質圧円装甲板を貫徹することが可能で、足回りはボディに天輪を2輪取り付け、このボディに組をリーフスプリング板バネで支えるという単純なものが用いられ、スプリングを守るために装甲カバーが装着されていたよ。エンジンはソニャー社製の出力190馬力の V 型8気筒液冷ガソリンエンジンを搭載しており、路上最大速度45キロドイツ軍の評価では40キロ弱を発揮でき、操縦も容易であるなどまさに走行種の全ての面でバランスが取れた戦車であったと言えるよ。難点は砲塔が1名用で、車長が周囲の視察から戦車の指揮、四方や機関銃の装填操作までこなさなければならず、実質的な戦闘能力を損なっているという、当時の多くのフランス戦車に共通した弱点を持っていたことで、これはドイツ軍の3号、4号戦車等が砲塔乗員を3名とし、車長は周囲の視察と指揮に専念できたことと比べれば大きなマイナスポイントだったよ。また走行圧は十分であっても、車体側面走行部に、乗降用の大きなハッチや機関部の点検用ハッチ等を無造作に設けて対弾性を落としており、まだまだ戦車戦闘の実際を想定してのアプローチが開発段階で不足していたことを伺わせるよ。さらに車体上下を貫通しているボルトが被弾などで切断されると、車内に破片を撒き散らすのに加えて、車体自体が接合部から分解して行動不能になってしまう事故が続出したよ。しかしこれらの弱点を差し引いても、ソニャー S35 中戦車が第二次世界大戦開戦時のフランス軍最良の戦車であったことは間違いなく、当のフランス軍戦車兵たちもドイツ軍戦車に対する質的優位を疑っていなかったよ。フランス軍機甲部隊機体の新星であるソニャー S35 中戦車は、ドイツ軍の西方電撃戦が開始された1940年5月10日の時点で416両が完成しており、そのうちの約半数が騎兵師団をベースに機甲化された第1、第2、第3系機械化騎兵師団に装備され、北部フランスからベルギー方面の防衛作戦に従事したよ。軽機械化騎兵師団はオキキス H39 等の軽戦車80両と、ソニャー S35 中戦車89両からなる2個戦車連隊で編成された、事実上の機甲旅団である1個機械化騎兵旅団と、60両のオキキス H35 軽戦車またはルノー AMR3335 偵察軽戦車を持つ機械化騎兵連隊、それにパナール AMD35 装甲車40両からなる長距離自動車化偵察連隊などで構成されており、火砲を搭載する戦車装甲車両約270両を持つほか、完全に自動車化された対戦車砲連隊や野砲連隊等の支援部隊も充実しており、事実上の強力な機甲師団というべきものだったよ。つまり、ドイツ軍の侵攻を迎え撃つ重要正面だった北部戦線地区には、これら3個軽機械化騎兵師団にソニャー S35 中戦車が267両も配備されていたのであり、火力は劣るが機動力は良好で、防御力がドイツ軍戦車よりも勝っていると見られたオキキス H39 軽戦車とともに、ドイツ軍機甲部隊阻止に大きな力を発揮するものと期待されていたよ。しかし、高度に機械化された強力な部隊であったのに指揮スタイルが旧態依然としており、ドイツ軍との戦闘に入ると戦車部隊は、強力な火力と防御力を活用するためと称して数両ずつ分散され、歩兵と組み合わせてここの防御拠点の防衛に投入されたよ。そしてソニャー S35 中戦車らは戦車本来の実力を発揮しないままに、ドイツ軍第3、第4、第9機甲師団の3号戦車や4号戦車によって包囲分断され、かっこ撃破されてしまったよ。これは、やはり保守的な戦車は歩兵支援のための兵器という概念がフランス軍に未だ根深く残っており、ドイツ軍がすでに戦車及び機甲戦力の運用方針としていた戦車主体の攻撃、電撃戦に対して対抗できなかったということだと思うよ。こうして1940年6月22日のフランス降伏により、ドイツ軍占領地区にあったフランス軍戦車は接収されることになり、ソニャー S35 中戦車も合計297両が 35SF 戦車識別番号 739F の旅客兵器故障を与えられて、ドイツ軍の正式装備に加えられたよ。そしてその多くが、フランス占領地区や東部戦線後方地区でのレジスタンスパルチザン鎮圧活動に従事したよ。その他、15両ほどが装甲列車に搭載されたと記録されているよ。また、これら車両はピンメリットコーティングがなされたり、ブルガリアや、イタリアに供与されて独自の戦車体が編成されたりしたよ。連合軍の反攻が本格化すると、ソニャー S35 中戦車が再びドイツ軍に対して部隊単位で戦闘を展開するチャンスが訪れ、その1回目の機会は、1943年初めの北アフリカ戦線で同期駐留のキュービシーフランス軍第6系機械化騎兵師団が、イギリス供与のバレンタイン歩兵戦車と共に本社をドイツ・イタリア軍に対する攻勢に投入したもので、この時はフランス軍戦車兵の士気が上がっていたものの、ソニャー S35 中戦車の性能はいささか旧式化しており、超方針の5センチ戦車砲や 7.5 センチ戦車砲を持つドイツ軍戦車に太刀打ちできず、大きな損害を出して敗退してしまったよ。次の機会は、フランス本土で、1944年夏、ドイツ軍から再路獲したソニャー S35 中戦車で、自由フランス軍第13竜騎兵連隊が再興され、最高フランス軍の意向を示すため、ドイツ軍が守備していたロヤン要塞地帯への攻撃に投入されたよ。この時はドイツ軍側に戦車はなく、本社は歩兵支援にそれなりの役割を示したようだが、少数の残存ドイツ軍相手の総当選であったので、大戦果を挙げて名誉挽回とはいかなかったらしいよ。そしてこれが、実用戦車としてのソニャー S35 中戦車が部隊としてまとまって展開した最後の戦いであり、フランスのソミュール及びイギリスのボービントンの両戦車博物館において実動状態で保存されているほか、ロシアのクビンカ博物館には県のドイツ軍からの路角車両が展示されて余生を送っているよ。これで解説を終わりにするよ。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また今度。